全国たくさんのゲートボールファンの皆さん、こんにちは。こんにちは。 JLC スーパーゲートボールのお時間がやってまいりました。実況は私龍谷治がお届けしてまいります。そして解説はいつものこの方、はい、財団法人日本ゲートボール連合のあっくんこと内藤昭久さんです。よろしくお願いします。本日は第15回 JLC 杯スーパーゲートボール大会をお届けしているわけなんですけれども、はい、さあそろそろ予選もこれで12試合目ということになりました。ここで、まあ、決勝トーナメントに進出できるかできるのか、それとも、予選敗退が決まるのかが決まってくるわけですけれども、はい、今までのところ、このグループだけはちょっと違うんですよね、はい、そうなんですよね。この、予選リーグ戦第12試合はですね、ここはリレーションの、試合をリレーション3ですね、の試合をお届けするということになっているんですけれども、はい、まずですね、あのリレーション3というものがどういうものなのかから教えていただきたいなと思うんですけれども、はいはい、ゲートボールは普段5人対5人で皆さん楽しんでいただいているんですが、はいはい、このリレーションは2人対2人、これがリレーションのダブルス、はい、そして3人対3人、はい、これがリレーションのトリプルス、プルスで今回はリレーショントリプルス3人対3人の試合をお送りします。でその打順がですね、固定になってます、はいはい、1番と7番、はい、3番と9番、はい、で5番は1人1球だけ、はい、そういう形で固定で打っていきます。相手チームも同様です。お一人の方が1番と7番両方を打たれて、はい、でもう一人が、3番と9番を両方打たれて1人は5番だけでいいわけですね。そうですね。5番の人は楽ですね、はい、でちょっと言うと、リレーションのダブルスは順繰りにこう打っていくというようなルールになっています。あ、じゃ あ, あの順番順番で打っていけば2人がこう交互に打っていくのがダブルス、トリプルスというのが正式なんですね。リレーショントリプルスというのが、はい、この競技の正式名称ということになります、はい、そして、はい、リレーションというのがですね、はい、あのまあ、関係性とかそういうような単語、英語の単語なんですけども、関係性、あ、関係というかですね、リレーション、はい、人と人との関係を大事にして、で物語っていうような意味もあるらしくてですね、楽しい物語を人と人との関係でたくさん作っていただきたい、そんな思いでリレーションという思いが名前がついています。いい名前ですね、はい、じゃあゆうちゃんあっくんのリレーションみたいな、あ、いいですね、そういうふうな使われ方をする単語なわけですね。はい、あ、なるほど、りゅうちゃんあっくんコンビでお届けしていきたいと思います。はい、はい、というわけで、予選第12試合他のコートはどうなっているんでしょうか。他のコートの対戦カードをご覧ください。どうぞ。はい、以上他のコートの対戦カードをご覧いただきました。その中から、本日お届けするのは、赤愛知県はブラジルクラブチーム対白山梨県は山梨スマイルチームの対戦となっております。
というわけで内藤さん、はい、この試合の見どころを教えてください、はい、あのブラジルクラブって名前からしてもすごいんですけども、はい、2003年にクラブを設立した日系人、日系ブラジル人を中心とした愛知で活躍されているチームなんですね、はい、それで普段からホームページをすごく熱心にアップされてまして、もうその情報はホームページを見てくださいっていうぐらい、へー、 www.brazilclub.org、 あ、もうORG ですね、分かりやすいホームページアドレスですね、はい、なんか選手権でも大活躍をしたという、そうですね、はい、決勝トーナメント進みまして、はい、いいところまで行ったんですよ。予選リーグを全勝で勝ち上がったと、全勝で、はい、一番トップの成績で上がるぐらい実力を持っているチームですね、僕最初に、このチームに出会ったのは選抜大会だったと思うんですけども、はい、メキメキと本当にそうです、ね、実力をつけてきたチームですよね。木村君っていうのはキャプテンなんですけど、はい、すごく真面目でいい青年でですね、周りをこう引きつける力があるんですね。なるほど、はい、これが満を持してリレーショントリプルズ、え、そして、一方山梨スマイルチーム、これはどういう、スマイルはですね、はい、あの皆さん選手先生のね、赤坂くんが非常にいい選手先生でした。かっこよかったです、はい、チームワークでこの試合を楽しむことを、はい、このチームで出られることを感謝して、ね、そういう本当にその赤坂くんカラーのね、そして周りが赤坂くんについていくぞ、チームワークのすごくいいチームです、はい、とっても礼儀正しいし、あの大人びてますが20歳です、はい、はい、というわけで、すごくね、年寄りの方とかね、みんなに人気がある、はい、そんな人気者同士の対決となりますね。そうです、はい、楽しみです、はい、それではまもなく試合が始まります、はい、コートの準備も整って30秒前ですね、いよいよ競技開始となるわけですけれども、はい、第15回 JLC 杯スーパーゲートボール大会予選の第12回戦となります。これはリレーショントリプルスで行われる試合です。対戦メンバーはご覧の通りとなっております。赤ブラジルクラブチーム対白山梨スマイルチームです。いよいよ競技開始です。まずはブラジルクラブチーム1番木村君ですね、キャプテン、はい、ブラジルクラブは31歳、23歳、32歳、うんうん、若い、若いですね。対する山梨スマイルは20歳、16歳、63歳、うん、世代交流してます、はいはい、さあ第1ゲートを通過しました、はい、第1番、そして2ゲートのやや後方、はい、後方ですね、はい、ライン際でいい位置だと思います、はい、さあゼッケンにも注目していただきたいんですけれども、ね、今赤坂くんですね、はい、赤坂くんがつけてるゼッケンに その下に小さく8と書いてありますね。2番と8番を打つということですね、はい、さあ選手先生もした赤坂くん、キャプテンです。2ゲート静止に早くも、はい、ちなみに、はい、この JLC スーパーゲートボール、はい、長年の放送の歴史の中でですね、はい、リレーションのスタイルのゲームを放送するのは今回が初めて、初めてですね、なります、スタッフ一同勝手が分かりません、はい、今ナイスタッチが決まりました、はい、早くも2ゲート前の後方、はい、リレーションではやっぱりあれなんでしょうか、周りがこう速くなるような、そうですね、スピード感がすごくあるので、はい、特にミドルの方々に適した、はい、大会なのかな、スタイルなのかなと思うんですよね。3番さんは佐藤グスタボさんでした。3番と、9番を打ちます。そして惜しい4番さんは、これ京都の方でもリレーションの大会ってやってらっしゃるんですけども、はい、若い人たちに限って募集したらどうして俺たちを入れてくれないんだって言って、シニアの方々も俺たちもやらせてくれっていう風に盛り上がってるそうですのでね、これからすごくこういろんな、ね、展開ができる試合形式じゃないかなと思いますね、はい、はい、5番さんは1人なんですね、はい、1人というか1球なんですね、はい。